Wansou, Yokosu Gastomia Samakonjura, Oda Kandas, Konkaimo Tanoshi Gamo Ishori Yatkozai, Konkai Desure, Saikun Data, Wansou Tel Horagamo, Jikyo Brace Tiko Kanato Moimas Tat!行きましょう。結構ね、急にドーンってくるようなホラーゲームなんで、皆さん、閲覧注意で、音量にお気をつけて、僕ね、絶叫してしまうことがあるんで、細かくお伺い注意な。はい、英文がずらずらと並んでおりますが、今回はね、英文を見てしまうと目がくらんでしまうんで、読まないでおきたいと思います。読まないでおきたいと思いますという名の読めないんで、そこのとこ、よろしくね。このゲームの舞台は企業で、そこの企業に、取り残されちゃった友達を助けに行くっていう主人公の物語のホラーゲームですね。はい、やっていこうかなと思います。始まったね。うん。ここが会社かな?マウス感度いいですね。はい、皆さん言わないようにお気をつけて。はい。開かないんだ。あ、なんか赤い点あるよ。で、右下のはレーダーなのかな?ほら、赤い点。離れた。部屋もあるね。これレーダー持ってきたってこと?主人公。レーダーの音が自分の心臓の音みたいな感じで。はい。あ。オフィスですね。会議室みたいな感じで。結構暗いですね。あ、なるほど。読めるのか。今のを集めてくってことかな?何個集めるんでしょう。はい。では出ましょう。これライト欲しいな。暗っ。ちょっと設定明るくしていきたいな。このライトじゃねえ、このレーダー見て思い出したんですけど、あ、待って、赤い点がすごい、ああ、はい、安定的にマックス音量でプレイしております。お化けの叫ぶ音と俺の叫ぶ音が共鳴して、僕の耳がぶち壊れそうになるんですよね、毎回。あんまりね、ほどほどにしておこうかなと思います。はい、マックス音量はね。お、部屋がまたあったね。うん。でもさっきのアイテムみたいなのないよ。光ってるアイテムだったよね。これ走れないのかな?なんか全く走れませんね。しゃがむことはできるのに。ふんふんふん。特にこの部屋はアイテムないですね。うん。え、待って!赤い点が2つになった!てかこれ、部屋大丈夫?部屋も来たりすんのかな?あの赤いやつ。はい、ちょっと暗すぎたんで、明るさ調整してきました。こっちは?こっち行けない。なるほど。空いてる部屋しか行けないのかな?基本的に。あ、待って待って。敵は基本的に見えないのか。おお、今目の前だよ。大丈夫?これ。部屋の中は来ないのかな?ひょっとして。セーフゾーン?てかさ、このレーダー見て思い出したんですけど、エイリアンでこういう回あったよね。レーダーにエイリアンが映るみたいな。あれすごいトラウマなんですよね。確か2だったっけな。はい。ん?ここは何かしら?私を必要としてる部屋かしら?お?さっきの光ってるやつ以外は特に取れたりしないんだね。ここ、てか、最初に来た場所か。また来ちゃったかな。なんか、部屋が似てるんで、間違えそうですね。うん。あ、別部屋だ。なんなのこの光る豆腐みたいな。やったー!はい。で、毎回こうやって文章が出てくるんですかね。今の光る豆腐集めると。化け物が発生してしまった資料的な。よし、じゃあここを曲がりましょう。あ、待って、後ろから来てんね。いや、なんかレーダー飛び飛びなんだよね。なんだあいつら。ぶっ飛ばすぞ。お口が悪いぞ、オダケン。大丈夫、大丈夫、これ。日和プレイで行きましょう。こっちから来たけど、一周してきちゃったんだよね。てか、光る豆腐取るたんびに、モンスターが増えてきそうな気がしますね。うん、こっちでもさっき来たもんな。一応確認するけどさ。ね。あ、待って、後ろにいんのかこれ。え、どういう動きしてんのあいつら。目には見えなくて、レーダーと主人公が一致しちゃうとさっきやられましたよね。
これどうすればいいんだろう。困るな。ほんと困っちゃう。じゃあ次、さっき右行ったんで、それ左行きましょうか。OK。意外と簡単にクリアできちゃうんじゃない?さてさて。うん、ここ来たね。どこのドイツだ。簡単にクリアできるって言ったやからは、俺だ。やべ、うぜ。ノリがうぜ。今日の小田犬のノリうぜ、オープニングから。あ、やっぱセーフゾーンだ。目の前通り過ぎてきましたね、モンスター。バーケバーケ。くそ、あ、やばい!あ、完全に扉に引っかかった。やばい。おどじな、小田犬。よし、じゃあ、光る豆腐1個目、取りましょう。読んでくださいね、読める方は。今の一瞬で。この一瞬で読んでください。ね。速読ですよ。まずそっちから行っちゃいましょうか。うん。結構面白いですね、これ。こういう感じのホラーゲームも好きですよ。あ、前から来てるか?来てるね!戻れ戻れ!真後ろにいるだろう、これ。あー、いるー!ついてきてる。はくはくはく。おお、危ね。完全にストーキングされてた。あっち行ったよね。でももう一回行きましょう。奴らをストーキングするっていう手もあるよね。気になっちゃうよね、あの化け物。あの化け物はどういう食生活してるんだろうみたいな。ふざけちゃダメだよ、おだけ。いつ何時も本気で行かないと。本気でホラーゲームプレイしているっていうことで、今日はやっていこうかなと思います。はい。今日のおだけは違いますよ、皆さん。なんでかって、今ね、すごくお腹が空いてて、よくお腹が鳴るんです。いつもと違う。あ、来てる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 、目の前や。危ねえ。そして2個目。あ、豆腐。水炊きのお豆腐ってすごい美味しいですよね。ポン酢で食べるさ、もみじおろしと、あのちっちゃいネギ、朝月だっけ、朝月入れて。ね、ここの部屋来るたんびに毎回ぶん流れんだよね。なんで?ちょっと待って、気をつけて。そう、この部屋ね、モンスターの通りが激しいんですよ。さっきもそうだったね。よしよし。レッツゴー!お豆腐何個集めるんだろうね。てか、お豆腐じゃないよね、絶対。僕、お豆腐、お豆腐言ってるけど。ねえ、お豆腐そもそも光んねえし。何言ってんの?あれ!引き換え。あ、まずい。そこ行こう、そこ行こう。来てる、来てる、来てる。ついてきてるね。あ、離れた。ああ。ねえ、こちらかな?あ、こっち行ってないね。だけど、後ろにいるんだよな。ついてきそうだな、あいつ。来たわ、やべえ、前から挟まれてない。でも、後ろから追ってきちゃってるんで。うわ、入る場所ねえよ、これ。あー、よしよしよし。両方とも離れた。うわ、まずいぞ、これ。よしよし、過ぎた、過ぎた。過ぎた、玄白。あ、まずそうだな。来てるな!ついてきちゃってる。うわ、目の前、どっから来た、お前。どっからひょっこりしてきた。死ねば死ぬほどこのゲームは盛り上がる。いや、結構死んでますよ、なかなかよ。で、マップはもう結構覚えてきたんで、そして奴らの行動パターン、初期の行動パターンですね。さあ、通り過ぎたら行きましょう。このエイリアンちゃんがね。さよなら。あー、戻ってきちゃったか。あー、来てるね。じゃあそこ、ゴー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 、いけるか。エイリアンの方が一歩早いんですよ、僕より。はい。あ、ねえわ。そう、ちょっとだけね、僕より早いんで、そこは気をつけないといけないですよね。難易度高めです。来ちゃってる、こっち。あ、こっち側は来ねえんだ。行き止まりだからかな、ここ。大丈夫か?あ、来てる?来てる?こっち来るか?
あー通り過ぎたね。ちょっと試してみようか。この辺にいてはもうやられないかな。戻ってきたね。ちょっと試してみますね。あ、大丈夫だね。なるほど、行き止まりんとこは大丈夫なんだ。了解です。ならばクリアのルートが見えてきたんだ。めちゃくちゃ難しいわこのゲーム。本当に鼻水垂れてきた。これ取って2個までは簡単なんですよ。もう毎回2個までは死なずに取れる。はい、フラグじゃないですよ。マジで本気でやってるんで今。舐めないで。これで、やつが迂回するんで、ここ。最初の一体。さっきの道を右に曲がっちゃうと、あのエイリアンは、僕にね、直面してやられちゃうので、こっち側が、まず2個目の、このね、金の豆腐を取れる秘訣です。はい、確実に取れます今の道から行けば。で3個目ですよ。3個目の場所がまだ曖昧なので、そこではないよね。そこは、英文が流れる部屋なんで、うんね、ここね、はい、ちょっと休んで。そう、この辺からやっぱ2匹ぐらいに増えるんだね。よし、行こう。これで行くと前から来る可能性が高いんですよ。今回来ない。いけるかな。よしよしよし。ここも何もないですね。はい。よし、次だ。通り過ぎろ。よし、OK。お次でございますよ。あー！なるほどね、こういうパターンか。さっきの挟まれるパターンなんで。あ、でも、大丈夫そうだね。いけるかい？目の前にいる。よしよしよし。でも戻ってくるんで、今のエイリアンが。ほら、ちょっとだけここで待ちましょう。うわ、2匹になった。まずい。マジか。この道まだよくわかんないっすね。やつの動き読めない。あー、こっちからも来ちゃった。マジか。やられたな、これは。1本取られたで。あれ？取られてない。来たか？なに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 、その英文。ちょ、この木の柱とかに隠れるとかできる？大丈夫かな？戻ってくるんで、あのエイリアン。いけるかいけるか？ダメだ！ダメだった！すぐ来ちゃう。でも、ここ曲がると意外と来ないんですよ。大嘘つきだ。ひょっとしてなんですけど、これ1個回収したら別の部屋に1個生成されるっていう可能性あるかな。このお豆腐ちゃんたち、最初から何個か部屋に散りばめられてるとかじゃなくて、1個取ったら次の1個がどこかの部屋に出現するみたいな可能性ありそうだな、それ。ってことは、また行った部屋というか、あの英文流れる部屋とかもそのうち出てくるのかもしれないね。次はこれ左行って、突き当たり左で奥の部屋見てみましょう。さっきそこ2個目取って3個目取ろうかなと思った時行ったんだけど、なくて。だけど生成されてるって可能性があるのであれば、行ってみる価値はある。ない。結構死んだぜ。で、今目の前にいるやつが、追い返してまたこっち通ってくんで、その時を見計らってついていきましょう。はい。さあ、この一体一体は規則的な行動をするんで、多分全員の動きを把握すれば、間違いなくクリアできますよね、次は。やばいな。って言ったそばからやばいな。よし、危ね。ふぅ。ね？やつら規則的な動きしてるんで、今ここを通って、ここの通路しか通らないやつがいるんで、シャトルランしてるんですね、多分。はい。で、こっち行って、あー、こっち来ちゃったかな？あー、マジか。この辺からね、結構未知なんですよね、今。開拓中です。
はい、もうちょっと頑張っていきましょう。あ、待って、ここあったのか、気づかなかった、このパソコンに隠れて。3個目だ。え、待って、じゃあ結構簡単ですね。もう3個目までは1回も死なずに大丈夫そうですね。はい、3個目までのルートの化け物の動きを把握しました。はい、こいつもこっち来ないんで、この今この通路をこう行き来してるやつが多分戻ってくるんで、またで左行った瞬間行きましょう。よし、ゴー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 。あいつはこっち来んのかな。あー、来るのか。なるほどね。で戻ってきちゃうと、あー、ここむずいね。あー、なるほど、わかった。こいつがここ折り返した時についてくのか。今だ。あー、なるほど、これ攻略すれば簡単ですね。はい、やつが戻ってこなければ大丈夫でしょう。はい、危ない危ない。はい、また未知な場所に行きましたね。こっちと向こう側がある。はい、で今3つ取ってあるんで、危ない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 、いける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 、頑張れ頑張れ。よし、わあ、これ4個目だ。何個あるんだこれ。はい、あ、3個目のこの分出すの忘れちゃったね。よし、いったね。ではでは、向こう何、赤い部屋があるけど、ちょっとここでやり過ごしましょう。よし、ついていくか。うわ、怖え。はっ、やばい、ここに来て多分エイリアンの数が相当多くなってるんだ。ちょっと待ってよ。で来たやつがこう折り返したら左行きましょう。そっからがね、今苦戦中というか。はい、これで行けばいいのかな。うん、やつをつけていきましょう。でそこに扉が1個ある。戻ってくるのがもうすぐ。なるほど、わかった。こいつは途中まで端っこまで行って戻ってくるんじゃなくて、こいつのパターンは途中でまた折り返してくるのか。了解、わかったわ。じゃあもういけますね。多分5個目6個目取っていけるでしょう。5個目が多分今右手の部屋にあったと思うんで、そこまで、そう、1個目からねスラスラとノーカットでいきましょうか。死なずに行きたいんで、これはもうすぐ出ちゃって大丈夫です。この目の前にいるやつをストーキングしましょう。この目の前エイリアンはここの一区画をね一周してるだけの、あの単細胞エイリアンなんで、とりあえずこいつは無視して、ひたすらついていきましょう。はい、で後ろのあの部屋は何もないんで通り過ぎて、ここの突き当たりの右の部屋に2個目があります。はい、そうすれば全然エイリアンに遭遇しないで回収できるんでいいですね。はい、金の豆腐、セブンイレブンで発売されそうですね、金の豆腐金の食パンの次は金の豆腐ですよ。皆さんメモっといて、テストに出ますよ。うん、はい、ここは読み上げるだけの部屋なんで、こうやってちょっと覗いてここまで行きましょう。でここでストップ。はい、あ、もう行っていいな。ここの通路をシャトルランしてるエイリアンがいるんで、もうこの状態で来れるね。うん、そう、言葉がすごい詰まってきたはい、ここに3個目ですね。今の通路を端っこまで行って、また折り返して端っこまで行ってっていうエイリアンがいるんで、もうそいつの行動パターンも読めてます。はい、なので絶対死ぬことはないでしょう。フラグじゃないよ、本当に死なねえからな。はい、今左側行ったんで、あ、来たかこれ。はい、今目の前ですね。こっちに行ったんで、こっち側に行った時にこれ右に曲がるだけです。はい、来た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 。よし、次ですね。 OK、 行きましょう。であのエイリアンはあの端っこ行ったらまた戻ってきちゃうんで、この端っこまで。でここなんですよ。ここはこの辺で止まんないと、この目の前のエイリアンが当たってきちゃうんで、危ない危ない、早く交通事故に遭うとこだった。ほら、これでかわせます、2体のこの単細胞エイリアンを。で、今目の前のやつは左行くんで、左に行った、危ない危ない危ない、
ここがね、まだちょっと微妙なんで。オッケー。あっちに行ったよね。あっちに行って途中で折り返してくんだよ、やつは。はい。はい、これで4個目ですね。じゃあ、金の豆腐5個目取りに行きましょうか。うわー、ここで一気に増えるのか。違うかな。なんで今右側に映ったんだろう、レーダー。はい、こいつが右に行って、次左に行ったとき、ついていきましょう。いいよ。OK。ゴーゴー。で、そこの、左側でやり過ごして、じゃないとね、鉢合わせちゃうんで。前回の死みたいに。よしよし。いいよいいよ。よし。大丈夫かな ?OK!やばい、攻略や。2匹いる。これは初ですね。なるほど、2匹かわしてここ通路行くのか。了解、わかりました。よし、まだいけるか、いけるか。いけるか。あぶねえ。そして何もないこの部屋で、残るはこれ右に行くしかねえもんな。他行き止まりだったから、もう行く方向がないんですよ。はい。あ、来た来た来た。こいつが通り過ぎたらすぐ右行きますか。よし、次。行きましょう。 OK。 これでいいのかな。え、でもこれついてくるよね、多分後ろに行って。他に行く部屋なさそうだし。違うのか。なんか曲変わったんだけど。あー、来てる来てる来てる。あいつの方が早いからね。行け、そこか、その突き当たりに行くのか。ゴーゴー。あ、離れた離れた。よかった、単細胞生物で。何ここ。何の講義。あー、ワンソウル、このゲームのタイトルか。うーわ、どういう心境なのそれ。何してんのこの人たち。あ、こっち行けねえな。ここ行けって。嘘、まずいでしょ絶対。うん、行けないもんね。うーわ、すげえ。ん、ここに座れって。え、どれに座ればいいの。インタラクトってなってるんだけど、何も押せないですね。なんでE ボタン押してるよ。しばらくね、これ E ボタンとか押したりしてんだけど、何もなんないんだよね。これひょっとして、これジャンプできないんですよ。これもう向こう側行けないんで、あそこで座れってことかな。あの上らへん、これ詰んだな。いいや、じゃあもう一回やるわ。はい、再び心臓による心臓の講義を受けていきましょう。なんだ心臓の講義って。さっきのは何だったんだろうね。ちょっともう二度とここ降りないって誓ったから。これで何かすんのかな。これでできなかったら俺もう何もやんないからね。どうすんすか。こっち戻るわけでもなさそうだし、こう降りた方がいいのかな、一段だけ。ちょっと冗談では何もできなかったわね今。え、エンディングないのかな。もうこれで終わりなのかな。あ、ちょっと E ボタンとか押してるんですけどね、こっち入れねえしさ。どうなってんだよ、俺を入れてくれここに。俺もこの講義に参加させてくれ。うわ、待って、なんか全然なんかわけわかんないとこ入れてる。ほらすげえ。さあ見下すなお前、めっちゃ見下してくるじゃん。え、奈落に落ちた。あああんな構図なんだ。なんかアクションあれよ。あの心臓の攻撃が始まって終わりなのかと思ったわ。はい、じゃあ奈落に落ちてしまいましたが、今回ですね、ワンソウルっていうホラーゲーム実況プレイやってきました。はい。僕でこういう海外の最新のホラーゲームとかバカゲーとか珍しいゲーム、面白いゲームね、いろいろやってるんで、ぜひチャンネル登録もお願いします。いやー、結構、奴らの動き、行動パターン、ワンパターンなんで、覚えやすかったですね。はい。面白かったです。
ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。